ETC-ETC、e、割引制度 ETC の設備を有する有料道路を管理する各道路事業者の多くでは ETC システムを利用して料金所を無線通信によって通行する自動車がこれら有料道路を利用した際各種の条件による通行料金の割引を導入していることがある本記事では 高速道路会社6社の時間帯割引を中心に、これらの e t c 割引制度について記述する。なお、e t c 社とは、原則として e t c システムを利用して、料金所を無線通信によって通行する自動車を、うが無線通信による通行でない場合でも、有料道路事業者側の事情により e t c 社と、みなされることがある。これら e t c 社以外の車は、 支払い手段に関わらず現金者と記す。割引の条件は複雑かつ多岐にわたっているが、概ね次の5つの類型に分けられる。同じ名称の割引でも、事業者が違うと対象日、時間帯などの条件や割引率、及び波数処理の方法が異なることがある。重複適用の可否は、割引の組み合わせによって異なるが、基本的に同種の割引については、 重複適用されない。2016年4月からは、県王道と新昇南バイパスにおいて割引対象を ETC2.0 搭載車に限定した割引が導入されている。2021年5月以降は同様の割引が東海環状自動車道でも導入されている。また、2017年1月からは、ネクスコの大口、多頻度割引の割引率拡充が ETC2.0 のみとなり、同一の割引において、従来型 ETC と ETC2.0 とで割引率に差がつくことも生じている。ETC が全国展開されたのは2001年11月で、あったが、時間帯割引が本格的に導入されたのは、道路公団民営化を目前にした2004年度のことであった。民営化にあたってのコスト縮減により、 深夜割引、通勤割引及び、早朝や間割引の3つの割引が実施された。2008年度からは、国の経済対策として、高速道路利便増進事業を活用した割引が追加された。また、既存の割引についても、割引率が拡充されたり条件が緩和されたりした。しかし、全体として複雑で、分かりにくい内容となり、持続可能性にも欠けることから、 利便増進事業の財源が切れる2013年度末を機に既存の会社負担の割引も含めて再編された。2014年4月1日から全国路線網においては深夜割引と休日割引の2つとなっている。現行の割引では休日割引、平日朝夕割引に過去の割引では通勤割引、早朝夜間割引、休日特別割引、 平日昼間割引に関係する大都市近郊区間を以下に示す。本節では高速自動車国道の大距離制区間の一部に適用される大都市近郊区間ではなく、東京、大阪近郊における休日割引などの対象外区間として NEXCO 各社が案内している区間を示す。そのため、高速自動車国道の大都市近郊区間以外に、区間料金制区間及び、 一般有料道路の一部も含まれている。東京近郊大阪近郊公段時代の2004年11月1日に開始。当初、割引対象道路は高速国道のみで、民営化時点での一般有料道路の対象道路は、刑事バイパスと東海環状自動車道のみであったが、やがて一般有料道路でも割引対象になる道路が増えていった。割引率は、 2008年2月15日から1年間の予定で原油価格高騰対策として40%に拡充、さらに同年10月14日から安心実現のための緊急総合対策により利便増進事業を活用して50%に拡充された。国土交通省の社会資本整備、審議会道路分科会内に置かれた国土幹線道路部会において、 30%引きについては一般道路から高速道路への交通転換が見られたものの 40%50% への拡充では明確な効果がなかったと評価が取りまとめられた。これを受けて利便増進事業の財源が切れる2014年3月31日をもって割引率の拡充は終了し、本則の30%で継続となった。 休日特別割引の後継となる割引で2014年4月1日に開始。平成25年度補正予算を使った激変緩和措置として2014年6月末までは割引率50%とされた。また、同年4月28日も特例として割引対象日になった。なお、平日の割引対象日はこの日が最初で最後となった。 2018年のお盆期間中は交通量が集中されると予想されるため新たな試みとして8月11日及び12日の休日割引をそれぞれ8月9日及び10日に前倒し変更され交通量の分散を試みる今回の試験的運用により今後年始年末や大型連休中など大きな渋滞が発生すると予想される期間において 特別運用を実施する方針であることも明らかになった。本節の割引は全国路線網においては2014年3月31日までにすべて終了した。南半田道路のみ2015年5月現在も通勤割引、平日夜間割引及び休日昼間割引を実施中である。2005年1月11日から2014年3月31日まで実施。 距離制限と回数制限があった。国土幹線道路部会での取りまとめによると、約半数の区間で一般道路の渋滞が解消する効果があった。しかし、通勤時間帯の全車種に適用されていることが問題視され、手法の見直しが必要とされた。ネクスコからは反復利用者に特化したい意向が示され、2014年4月から、 ETC マイレージサービスのシステムを使う平日、朝夕割引に変わることになった。距離制限当初は、1回の利用が 100km までの場合に限り適用され、100km を超えた利用については一切適用なしという内容であった。これには、仙台南部道路、仙台松島道路、万端連絡道路など、ネクスコと一体的に料金を徴収する他事業者の、 道路の距離も含んでいた。なお、本市高速の神戸淡路鳴門自動車道と瀬戸中央自動車道については、本市を挟んで、ネクスコを連続利用する場合及びネクスコから、本市へ直通して、本市の IC で流出する場合は、本市の距離を含め、本市の IC から流入して、ネクスコへ直通する場合は、本市の距離を含めないとしていたため、 往路と袋で割引の適否が異なるということもあった。2005年9月28日、最短距離が1 0 0トル以内であるにもかかわらず、高速国道と一般有料道路の料金の違いから、料金算定経路が1 0 0トルを超えてしまう場合についても割引対象になるようになった。2009年7月8日、利便増進事業による割引として、距離制限が緩和され、 100km を超える利用であっても割引対象区間の 100km 分を50%引きとするように改められた。回数制限とその特例一つの対象時間帯で複数回の利用がある場合、最初の1回に限り適用された。この回数には、ネクス c o 社の通勤割引のほか、山口県道路公社の通勤割引の適用回数も含めていた。 本州四国連絡高速道路の平日、通勤割引など、その他の事業者で実施している、通勤の名称が付く割引の適用回数は、含めない。なお、最初の1回とは、車載機1台あたり最初の1回の意味であるが、同一の車載機でも、複数枚の ETC カードを用いると、前期の制限を超えた回数の走行にも、通勤割引が適用されることがあった。 大距離料金区間と均一料金区間を連続走行する場合及び次のインターチェンジを経由して連続走行する場合は適用回数を合わせて1回とみなす。ただし、各支払い単位ごとに時間条件を満たしている必要がある。通勤割引の対象になる一般有料道路が増えたことに伴い、上記以外でも対象になったところがある。 2005年1月11日から2014年3月31日まで実施。距離制限があった。安心実現のための緊急総合対策における高速道路料金の効果的な引き下げに基づき、利便増進事業を活用して2008年10月から実施される割引。一部の割引は速やかに実施可能なものであるとして、本格実施までの間、 社会実験として前倒して実施。当初は2009年9月末までの予定であったが、高速道路の有効活用、機能強化を図るため、約10年間の取り組みに本施策の効果的な運用が盛り込まれ、2018年3月末まで実施予定とされた。国の債務承継額は2兆5000億円。政権交代後の計画変更で、財源の前倒し使用により、 2011年3月で終了予定だった割引が延長されることになったため、2014年3月末までに短縮された。深夜割引の割引率拡充割引率を50%に引き上げ、2008年10月14日から実施。当初の案では、平日のみ50%とし、休日は本来の割引率である30%に戻るとしていたが、 パブリックコメントの結果を受けて二千九年一月三十一日までの期間限定で休日も五十パーセント引きとなった。その後、休日の五十パーセントは二千十一年三月末まで延長され、最終的には平日も休日も二千十四年三月末まで実施された。平日夜間割引二千八年九月十六日から二千十四年三月三十一日まで。 実施。ただし、南半田道路では2014年4月以降も継続。平日22時から24時の間に料金所を通過する場合、30%引き。対象道路は深夜割引と同じ。生活対策により、2009年3月30日からは、時間帯が平日4時から6時及び20時から24時に拡大された。0時前になると、 出口料金所手前で深夜割引適用待ちの車両が滞留することが問題となっていたことから、その解消を図るべく、透明、名神、東名半道において深夜割引の時間帯拡大の社会実験が2007年から行われていた。これを物流支援も兼ねて全国展開したものと言える。 東名東京 IC 等における割引2008年10月13日から2014年3月31日まで実施。全日23時から24時の間に東名上り東京料金所を通過する場合、50%引き。事実上は東京 IC 限定で深夜割引の時間帯拡大を行うものである。2009年4月1日以降、 東名阪道亀山インターチェンジ流出についても適用。休日昼間割引2008年9月20日から前倒し社会実験として実施。距離制限と回数制限があった。生活対策による休日特別割引の実施に伴い事実上休止状態になった。1 0 0トル以内の利用で休日9時から17時の間に入り口料金所または 出口料金所を通過する料金車宿分が軽自動車等、または普通車に該当する自動車について50%引き。ただし、大都市近郊区間と一部の一般有料道路は割引対象外。距離制限の考え方は2009年7月7日までの通勤割引と同様。通勤割引の条件も満たす場合、午前は通勤割引を 午後は本割引を優先して適用。同一の車両に対して1日2回まで適用。通勤割引と回数の合算は行わない。2014年4月以降は南半那道路のみで実施。回数制限はなし。生活対策に盛り込まれた高速道路料金の大幅引き下げに基づき、利便増進事業を利用して実施している各種割引。 国の債務承継額は5000億円。財源は財政投融資特別会計の金利変動準備金に求めており、平成20年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰り入れの特例に関する法律により一般会計へ繰り入れられた。その骨子は地域活性化を図るための休日長距離利用の大幅割引の導入と、 物流効率化のための平日地方部全時間帯への割引導入である。2009年1月16日から25日まで、日本高速道路保有、債務返済機構と高速道路会社6社によるパブリックコメントが行われ、3月13日に割引の開始等が正式発表された。 生活対策による割引は2011年3月31日までの約2年間の限定措置であったが、政権交代後の計画変更で2014年3月まで継続されることになった。しかし、計画変更手続きの最中に東日本大震災が発生し、その復旧に財源が転用されることになったため、さらに計画を変更して、 同年6月に一部の割引内容を取りやめることになった。休日特別割引東京湾アクアラインのみ2009年3月20日から先行実施。他の道路では3月28日から実施。2014年3月末限りで終了。いわゆる1000円高速とは本割引及び休日終日割引の一部として実施していたものである。 この部分は2011年6月19日限りで終了した。乗り継ぎの特例マスメディアでは、1000円乗り放題と報道する場合があったが、1、支払い単位ごとに地方部区間の料金の上限額を1000円とするものであり、1000円で何回でも乗り降りできる乗り放題ではない。ただし、支払い単位ごとに休日特別割引の条件を満たした上で、 指定料応金所管を指定時間以内に乗り継いだ場合に限り複数の支払い単位に含まれる地方部区間を合算して上限千円とする特例が設定された。この取扱いはシステムの変更が追いつかず約1ヶ月遅れて2009年4月29日から実施。上限料金の取りやめにより2011年6月19日限りで廃止された。 高速道路としては連続しているが、事業者、料金性の違いにより、複数の支払い単位となるところ、道東道、山形道などのミッシングリンクに設定された。料金所路側表示器や ETC、利用紹介サービスでは、特例適用後の料金が表示されず、請求時に特例適用後の料金となる。平日の割引対象費と、 割引対象から除外された休日以上の日は、開始当初より対象日に指定されていた。2009年のゴールデンウィーク期間中の大渋滞発生を受けて、お盆、年末年始期間の平日を対象日に含めることの検討が開始され、以下の平日が割引対象日に追加指定された。2011年4月以降については、本割引において1月2日及び1月3日は、 休日扱いになる。また、前日も翌日も休日となる平日は、自動的に対象日となる。逆に、年末年始の交通の分散を図るため、以下の土曜日、日曜日を、休日特別割引の対象日から外し、平日の割引を実施することも決定した。効果、影響平日昼間割引平日昼間の小口の短距離輸送を支援することにより、 物流コストの低減を図ることを目的とする。平日の6時から20時までの間に、入口料金所、または出口料金所を通過する場合、地方部 100km 分が30%引きになる。上記の目的からして、貨物自動車のみが対象となるべきだが、このような区別では割りけないため、全車種が対象であった。大都市近郊区間、一部の一般有料道路は、 割引対象外。沖縄道は2011年6月20日から割引対象外。6時から9時及び17時から20時の時間帯においては通勤割引の回数制限にかかる場合のみ適用される。2009年7月7日までは対象時間帯は9時から17時で回数制限があった。距離制限も それまでの通勤割引と同じく1 0 0トルを超えた場合は全区間割引なしであった。平日夜間割引の時間帯、拡大2009年3月30日から平日4から6時及び20時から22時にも時間帯を拡大。休日夜間割引しにや割引を拡大する社会実験割引が前進であり、 利便増進事業による割引としては2009年4月4日から実施。東名、伊勢湾岸道、東名阪道、名神、京治バイパス、第二京阪道路及び中国道の指定された出口料金所を休日の22時から24時に通過する場合、30%引き。規定上は全車種が対象だが、普通車以下には休日特別割引が、 優先適用されるため、実際に適用されるのは、中型車以上の車種のみであった。指定料金書は次の通り。本市高速の時間帯割引は、すべて利便増進事業による期間限定割引であったため、2014年3月末限りで原則として終了し、2014年4月以降は、休日割引が残るのみである。ただし、 全国路線網への編入で ETC 車限定の料金水準引き下げが行われたため ETC 通常料金であっても2014年3月以前の時間帯は割引後料金から値下げとなっている区間もある。休日1月2日、1月3日及び2014年4月28日に本市道路の入り口料金所または出口料金所を通過する料金社宿分が 軽自動車等、または普通車に該当する自動車に適用。2014年3月時点の休日終日割引適用ご料金を上回らないようにする。このため、区間によっては実際には割引にならないこともある。緊急総合対策において、中型車以上限定で平日市夜や割引、平日や間割引が設定された後、 生活対策により2009年3月23日から平日は全社種全時間帯にネクスコ地方部区間と同等の割引が設定された。休日終日割引2009年3月20日から2014年3月末まで実施されたが2度の内容変更が行われている。休日及び一部の平日に入り口料金所、または出口料金所を通過する。 料金車宿分が、軽自動車等、または普通車に該当する自動車に適用。平日深夜割引平日の0時から4時までの時間帯に、入り口料金所、または出口料金所を通過する場合、50%引き。ただし、神戸淡路鳴門道では、淡路島内一般道への交通転換を防ぐため、本州四国間の直通利用の場合の全区間と、 直通利用でない場合の淡路島内区間に限り50%引きを適用する。直通利用でない場合の淡路島内を除く分は30%引き。休日深夜、割引中型車、大型車、特大車のみに適用。休日の0時から4時までの時間帯に入り口料金所、または出口料金所を通過する場合、30%引き。ただし、 神戸淡路鳴門道において、本州四国間の直通利用でない場合、淡路島内区間のみに、本割引を適用する。この場合、2012年4月8日までは、淡路島内を除く分には、ETC 特別割引を適用する。平日夜間割引平日の4時から6時、または20から24時に、入口料金所または出口料金所を通過する場合、 30%引き。ただし、神戸淡路鳴門道の4時の6時及び22時から24時については、平日深夜割引と同じ内容。平日通勤割引平日の6時から9時、または17から20時に、入り口料金所または出口料金所を通過する場合、50%引き。ネクスコとは異なり、回数制限、距離制限はなく、休日は、 割引対象日ではない。2009年3月23日から実施。平日昼間割引平日の9時から17時までの時間帯に入り口料金所、または出口料金所を通過する場合、30%引き。2009年3月23日から実施。首都高速道路と阪神高速道路では、大距離料金制以降に伴い、 阪神高速の一部端末区間で実施のものを除き時間帯割引は廃止された。なお、本節及び時節において、祝日とは、国民の祝日に関する法律第3条に定める、休日及び各事業者が別に定める日を言う、2015年5月現在の内容である、入り口通過時刻で判断する、入り口料金所または出口料金所を六時から九時、 または17時から20時に通過する場合、10%引き。割引額の10円未満は切り捨て。2011年12月31日限りで廃止された割引を記す。首都高速では、料金券ごとにその料金を生産する、料金所の通過時刻で判断する。ただし、横浜横須賀道路から並木、インターチェンジを通過して、湾岸線を、 東京方面へ利用する場合の神奈川線料金については並木トンネル出口から約200メートル先の本線上に設置した ETC アンテナ下を通過した時の時刻で判断する。割引額の波数は10円単位に死者誤入する。阪神高速では料金券ごとに入り口の通過時刻で判断する。本線上で料金券会をまたぐ場合、次の料金券は 本線料金所、または出口料金所の通過時刻で判断する。割引額の波数は10円単位に死者誤入する。2008年度の大距離料金制の導入を目指していた首都高速道路と阪神高速道路において実施。出口 ETC を活用して利用区間を確認し、その距離に応じた割引を適用する。緊急総合対策で、 大距離料金制の導入が延期され、2009年度以降は実施していない。一方、北九州高速道路では、出口 ETC を活用して、最初の出口で降りた場合に大幅割引する、社会実験を2010年から実施している。通常料金500円のところ、都市高速道路に入ってから、最初の出口で降りた場合の料金を100円マイナス300円に割引く。 時間帯割引の重複適用あり、若戸トンネルの開始に合わせて、特定の出入り口相互間の料金を割引く。2012年9月1日から2013年3月31日まで実施。ETC 無線通信で料金所を通過し、時間帯に関係なく指定された区間を通行すれば、良いものをあげる。 特別区間割引2009年5月13日から2014年3月31日まで実施。長大トンネルなど割高な料金となっている区間の料金を3割引き。対象区間は、関越特別区間、江名山特別区間、日田特別区間、伊勢湾岸道路、半和自動車道の海南インターチェンジありた、IC 間、広島岩国道路及び関門特別区間。 時間帯割引の重複適用はない。伊勢湾岸道路を除く6区間については、2011年8月1日から普通区間と同等にまで引き下げ、現金者も割引対象に加え、ETC 社には時間帯割引の重複適用を行う新たな割引に移行した。2014年4月1日からは、これら6区間においては、 ETC 社限定の料金水準引き下げとして実施。通常料金が ETC 社と現金社とで異なることになった。現金社にとっては事実上、消費税率引上げ分を超える値上げとなった。個別路線割引一定期間内の利用頻度や、利用額により割引率が変動するものや、一定額の ETC カード支払いに対して、プレミアムがつくものを上げる。 ETC クレジットカード ETC パーソナルカードで後払いした額に応じてポイントを付与し、規定のポイントの累算数によって無料通行分に還元するもの。ETC コーポレートカードでは利用できない。2005年4月1日にサービスが開始されるも利用率がかんばしくなく民主党政権での料金施策では全日上限料金制に伴い廃止される方針であった。 しかし、ネクスコ、本市高速においては導入されないことになったため、一転、存続することが確定した。一方、全日上限料金制が導入される、阪神高速のポイント付与は、2012年3月総公分で終了した。利用するには、事前に郵送、またはウェブサイトで申し込みをし、ETC カードを登録しなければならない。登録したカードごとに、 ID が発行されるが、同じ ID に紐付ける登録カードは、後から変更することもできる。システムは、NEXCO3 社と、本市高速、阪神高速の5社によって、共同運営されているが、地方道路公社もサービスに参加しており、ポイントの付与は、辞表の道路事業者の各路線で行っている。事業者によって、ポイント付与率、交換例とは異なる。 ネクスこと本市高速においては、ハイウェイカードの割引率を踏襲していたが、2014年4月から、最大割引率を9.1%に縮小し、ポイント付与率と交換レートが変更された。一部の事業者では、1回の利用ごとに付与する基本ポイントのほか、月間の利用額が一定を超えた場合に、加算ポイントを付与している。ポイント付与対象になるのは、 原則として登録カードを使用して、料金所を無線通行した場合であるが、料金所の一般レーンで登録カードを使用して、生産する場合も対象になる。登録カードであれば、登録者再起以外の利用でも対象になる。ポイントが付くのは、有料道路を通行した、翌月の20日である。ポイントはカードごとに管理され、複数のカードのポイントをまとめることはできない。また、 利用した道路事業者ごとに蓄積される。原則として他の道路事業者のポイントとは合算できないが、ネクス c o 社及び宮城県道路公社は例外的に一つの事業者として扱い、これら4社間をまたいだ利用でもポイントは合算される。ポイントには有効期限があり、そのポイントがついた年度の翌年度末である。還元額に交換することなく、 有効期限を過ぎたポイントは失効する。例えば、2010年3月に有料道路を通行した分に対するポイントは、2010年4月20日に付与され、2012年3月31日が有効期限となる。ポイントのままでは通行料金の支払いに充当できない。ウェブサイト、または電話で還元額へ交換する手続きを行う必要がある。なお、 別に定めるポイント数に達した場合に自動で還元額へ交換するポイント自動還元サービスもある。還元額は他の道路事業者のポイントから交換した還元額と合算されマイレージサービス加入事業者共通で利用できる。ポイントはつかないが還元額だけは利用可能な道路が一部に存在する。還元額に有効期限はない。ただし、 登録取り消しになった場合は執行する。ポイントや還元額の増減が730日間なかった場合、登録取り消しの予告通知が発送され、その後さらに90日間ポイントや還元額の増減がないと登録取り消しになることがある。当然だが、還元額で支払った分にポイントはつかない。はいか、前払い残高管理サービスとの同時申し込みが、 可能であるが、配下、前払い残高管理サービスから支払った分には、ポイントがつかない。阪神高速の回数券付け替えサービスもまた同じ。マイレージサービスの還元額と、配下、前払い残高管理サービスの残高の両方がある。場合は、マイレージサービスの還元額が優先して使用される。首都高速道路は、都市高速道路では唯一、マイレージサービスに加入していない。 したがって、首都高速でマイレージポイントは付与されず、還元額も利用できない。代わって、工日のお得意様割があったが、大距離料金導入で廃止された。2014年4月1日開始。通勤割引の後継となる割引だが、通行料金を直接割引くものではなく、ETC マイレージサービスのシステムを使用した、事後還元方式であるため、 マイレージ登録が必須である。マイレージ登録した ETC カードを使用して、対象時間帯に料金所を通過した利用を、歴月1ヶ月間ごとに数えその利用回数が一定以上であれば、ETC マイレージサービスの還元額が付与される。期間限定で、宮城県道路公社の仙台松島道路でも実施し、回数はネクス c と t が試算される。 上記を満たしていても次の割引の要件を満たす。利用は、これらの割引を優先適用し、平日朝夕割引の対象利用には数えられない。対象区間を含んでいれば、利用区間が同一でなくても構わない。一つの時間帯につき、最初の一回のみという回数制限がある。ただし、対距離料金区間と均一料金区間の、 連続利用などの特定区間を乗り継ぐ場合、一連の利用をすべて対象として合わせて1回とみなす。還元額は、歴月1ヶ月間における対象利用の回数に応じて、下記の額となる。還元額の算出は1、支払い単位ごとに行う。規定の回数を超えた分のみではなく、例えば、月間利用回数が11回なら、 1>, 1回目から11回目までのすべての利用について10回以上の場合の右に記した額となる。でくくったものは死者誤入により10円単位に波数処理する。平日朝夕割引による還元額は特典として走行の翌月20日に1ヶ月分まとめて付与され、マイレージポイントからの交換によるものと合算される。通行料金の支払いに還元額がべて 重当された利用であっても、平日は左右割引対象利用の回数に数えられるが、マイレージポイントは付与されない。基本的な流れは、ネクスコ3社に準じるが、ネクスコ3社とは、回数の合算を行わない。以下、ネクスコ3社との相違点を記す。法人向けの別の割引制度に変わって、2005年4月に開始された。 ネックス個産社が発行する ETC コーポレートカードの利用者のみに適用される ETC コーポレートカード利用の条件については ETC カードの項を参照。車両1台ごとの月間利用額をもとに割引額を計算する車両単位割引と契約者全体での月間利用額をもとに割引額を計算する契約単位割引の2つの割引の組み合わせと なっており、両者の割引額の合計が、利用額から割引いて請求される。割引対象道路は、高速国道全線と京葉道路、東京湾、アクアライン。2016年4月からは、ETC2.0 社に限り、県王道と新湘南バイパスも対象になる。なお、高速国道と一般有料道路で別々に割引の計算を行う。 ネクスコ3社の大内、多頻度割引のほか、他の道路事業者でも ETC、コーポレートカード利用者への割引を行っている。2014年7月1日開始。ネクスコと宮城県道路公社のみで実施。対象時間、対象道路の要件や、回数の数え方、回数制限は、ETC クレジットカード ETC、パーソナルカード用の平日朝夕割引に準じる。 対象として数えられた利用の料金は1ヶ月間の対象利用の回数に応じて下記の料金に割引されて請求される大口多頻度割引は重複適用しない対象として数えられた利用の地方部 100km 分にかかる料金は月間利用回数が4回以下となって事実上本割引が適用されない場合を含め大口 多頻度割引の対象外となる。お得意様割 ETC、クレジットカード、または ETC パーソナルカードを対象にした頻度割引。前ヶ月の首都高速の利用額合計に応じて、決定された割引率を当月の首都高速の通行料金に適用する。対距離料金制以降に伴い、2011年12月31日、限りで終了した。 前々月の利用額と割引率は次の通り。決定された割引率を当月における利用1回ごとの通行料金に乗じて割引額を算出する。割引額の1円未満の波数は切り捨てる。割引率を決める利用額合計には回数券 ETC 付け替えサービス利用分は含まれない。回数券 ETC 付け替えサービス及び廃下 前払い残高管理サービスを除く、他のすべての割引と重複適用される。配下、前払い残高管理サービス ETC、前払い割引サービスが2005年12月20日をもって、前払い金の支払いの受付を終了し、すでに支払い済みの前払い、割引残高と利用が停止された、ハイウェイカードの残数を ETC で利用可能とする。 付け替えて続きにて生じた残高を管理するサービス、配下、前払い残高管理サービスと変更した。ETC 前払い割引サービスは、利用前に前払い金を支払うことで、利用可能金額がチャージされ、利用した通行料金は、利用可能金額の残高から差し引かれる、ハイウェイカードに類似した制度であった。時間帯割引や、 特定区間割引の重複適用が可能。なお、複数の料金支払いサービスが存在する e t c では、その支払い優先順位が定められている。廃下、前払い残高管理サービスの残高が支払いに当てられる順位は、回数券付け替えサービス、e t c マイレージサービスの還元額についで、第3位であり、前者のいずれかに残高がある場合はそちらから消費される。 また、配下、前払い残高管理サービスの残高より支払われた通行料金には前述のマイレージサービスにおいてポイントが付与されない。2005年12月21日以降の新規登録受付はハイウェイカード残数の付け替えによるもののみとなっていたが、これも2013年1月27日をもって終了した。 ハイウェイカード利用停止から満10年にあたる2016年3月31日をもってサービス終了。2018年4月現在、障害者が利用する車両を除けばバスを対象にしたものしかない。口述のようにエコカーを対象とした割引の導入案もあったが実施に至らなかった。なお、2015年5月から 電気自動車等の充電インフラ整備促進の一環として事前に登録がなされた電気自動車とプラグインハイブリッド自動車の高速道路利用実態を調査しその通行料金に対して補助を行う事業が行われている所管する省庁は経済産業省で通行料金を割引くものではなく調査終了後に調査への協力費として支給するものであるが ETC 無線通行に限定している。事前申し込みの上で、一定の期間中において、一定区間内の高速道路を何回乗り降りしても、定額料金となる割引商品、乗り放題エリアまでの往復が含まれているものもある。鉄道の特別企画乗車券と同様に、企画割引として実施しており、利用条件や発売額は商品によって異なるが、 概ね以下のような制限がある。商品、プランによっては、車両1台、または、カード1枚についての申し込み回数や1日にその、割引を使える台数に制限を課していることがある。フェリーあるいは、旅行会社と提携した商品や、法日外国人用の商品も発売されている。生活対策による割引開始から約5ヶ月後に、 執行された第45回衆議院議員総選挙において、高速道路無料化をマニフェストに掲げる民主党が勝利し、高速道路料金政策は大きな注目を集めることになった。以下、肩書きは当時のもの。2010年4月9日、国土交通省から新たな料金割引案が発表され、無料化社会実験と合わせて、同年6月から試行的に導入するとされた。 首都高速と阪神高速については、料金券を撤廃し、上限料金を抑えた、新たな大距離料金成案が示され、地方議会での議決を前提に、その審議期間を踏まえ、同年末から翌年初め頃を目途に導入すると、された。前原誠治国土交通大臣は、従来の割引を、私もすべて把握ができないほど、割引内容が複雑である。 持続可能でないと批判し、ETC の有無を問わず適用する上限料金制を軸に徹底した簡素化を図るとした。しかし、上限料金に至らない短距離は無割引きであり、上限料金の恩恵を受ける利用者の割合が20から30%と試算されたことから、実質値上げ、無料化に逆行すると与党内からも強い反発を受けた。実質値上げとなる原因には、 利便増進事業の首都を拡大し道路整備にも活用しようとしたことがある。このためには道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律を改正する必要があるが審議にすら入れず5月18日新たな料金割引の導入を見送ることが発表された。なお、無料化社会実験については6月28日に開始された。 2011年2月16日、同年4月から実施予定とする料金割引案が国土交通省から発表され、2月25日には高速道路機構と高速道路会社によるパブリックコメントが開始された。この案では、NEXCO3 社本市高速において実施中の各種 ETC 割引を全て継続した上で ETC の有無を問わず普通車以下に毎日、 上限料金を設けるとされた。ただし、上限料金制の導入による影響を踏まえて、マイレージサービスは2012年度を目途に見直すこととされた。本市高速では、全国一律料金を求める沿線自治体の意見を反映し、ETC 普通社において、NEXCO 地方部区間との合計の上限を2500円と、する乗り継ぎ割引を設定。また、 フェリー業界への配慮として、本州四国間のフェリーを利用する場合に NEXCO の上限料金をつなぐ乗り継ぎ特例を導入する。新たな財源手当を行うことはせずに、自公制権時の利便増進計画を変更するもので、あるが生活対策以上の大幅割引となるため、NEXCO での割引の実施期間は当面3年間とされた。本市高速では、 沿線自治体の出資問題で調整が難航したこともあり、当面1年間とされた。平成23年度第一次補正予算に伴う利便増進計画の見直ししかし、3月11日に東日本大震災が発生。3月23日、現状を変えることによる大きな混乱を避けるためとして、新たな割引の導入は延期し、 実施中の割引は当面継続する旨が国土交通省から発表された。4月22日、大畑昭弘国土交通大臣は東日本大震災復旧工事費が中心となる平成23年度第一次補正予算の財源として上限料金制の取りやめにより2500億円を捻出する旨を明らかにした。5月2日には 東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律が成立、即日施行され、高速道路機構が国庫へ2500億円を納付することが義務付けられた。5月20日、機構と4会社から利便増進計画の変更案が発表され、26日までパブリックコメントが行われた後、6月8日に、 その結果が発表された。これにより、地方部上限割引、上限割引は導入されず、休日特別割引、休日終日割引の上限1000円及び休日、バス割引は2011年6月20日レ時に廃止されることが正式決定された。同時に無料化社会実験も凍結された。導入されないことになった、ETC 割引首都高速。 阪神高速の大距離料金制、導入首都高速道路と阪神高速道路については、前年の料金権なし大距離料金制案に、地方からの意見を踏まえた新たな ETC 割引が盛り込まれ、地方議会での審議期間を考慮して2012年から実施とした。新たな ETC 割引については、当面2013年度までの実施とされた。首都高速は、 2011年10月21日までにすべての関係自治体議会の議決が得られ、24日に事業許可変更申請がなされた後、11月2日に変更許可が降りて2012年1月1日の大距離料金制移行が正式決定された。阪神高速も2011年11月7日までにすべての議決が得られ、 9日に事業許可の変更許可が降りて2012年1月1日の大距離料金制移行が正式決定された。この大距離料金制移行にあたり、前線で行っていた ETC 時間帯割引は廃止され、給料金券内外利用に対する激変緩和や、ネクスコとの乗り継ぎなどに対する特定区間の割引が主となった。頻度型割引では、 首都高速のお得意様割が廃止され、阪神高速のマイレージポイント付与も取りやめになる。一方、両者とも大口、多頻度割引が拡充されており、一般利用者より、物流業界が優遇される格好となっている。本市高速については、国と地方の協議の結果、2014年度の全国共通料金水準導入の方針が2012年3月までに決定された。 2012から2013年度の2年間は、2012年3月時点の時間帯割引等を継続することを基本としつつ、休日の普通車以下についてはその方向性を明確に、する観点から一定の割引を導入する。一方で、休日の中型車以上の ETC 特別割引は廃止された。 2012年12月16日に執行された第46回衆議院議員総選挙で民主党は大敗自民党公明党が与党に返り咲いたが民主党政権時に変更された利便増進事業の割引計画は再変更されず2014年3月末を期限とされたネクスコ o 3社本市拘束の時間帯割引は延長されることなく終了した同時に 会社負担で実施の割引についても大きく見直された。また、本市高速への全国共通料金水準導入は、全国路線網へ編入することで、当面10年間 ETC 社限定で実施されることになった。なお、これは正式には割引ではないが、ETC 料金が適用される場合は、料金所路側表示器に割引の表示が出る。 2013年度末が期限だった首都高速、阪神高速の割引は、首都高速は2015年度まで、阪神高速は2016年度までにそれぞれ延長された。ありがとうございます。